こちらの写真を見ていただきたい。これは50年前絶滅したといわれるペルー産のサンダナパレスアグリアスという蝶です。この見事な赤と青の羽は人の心を惑わすに十分な美しさと言われてきました。それに一番の特徴は蝶の世界では一番早く飛ぶことができるということです。そこでもう一枚の写真をご覧ください。これが問題の蝶です。随分と似ているでしょう。ところがこの蝶の口のところを見てください。人間の細胞を食うというだけあってこの鋭い口はまるで鷹のようではありませんか。人間の細胞を食う蝶か。小さいものはね。泉さん、その時の様子をもう一度詳しく話していただけませんでしょうか。今朝私たち一家は久しぶりの日曜なのでみんなで農園へピクニックに行くことになりました。そしてうまいな、ポリコンは。久しぶりに都会を離れて郊外へ来るのもいいもんですわね。ああ、ママ、今日はいつもより生き生き見えるわ。そうだ、いつもはケンやキャロンが世話ばかりかけるからだ。少しは反省しなさい。キャロンだろ、僕は世話はかけないよ。まあお兄ちゃんったら。あ、ウサギだ、捕まえちゃえ。ノルマのバリカンじゃ捕まえ一個ないよ。よせばいいのにね。しばらくしてバリカンが戻ってきたのです。僕人を拾ってきたよ。どこで拾ってきたんだバリカン。あちき。あ、私たちはあまりの恐怖に立ちすくんでしまい、じっと様子を伺っているだけで精一杯でした。なるほど、その蝶があのスライド写真ですね。先生、その蝶は今も日本のどこかに生息しているんでしょうか。また今後襲撃してくるんでしょうか。多分どこかにいるでしょう。だがその他一切のことは分かりません。おお、かわいいやつだ。地球の人間どもはお前らのことで大騒ぎしておる。人間どもの言うことにはお前らは50年前に絶滅したんだとさ。かわいいお前らよ、その時まで私の力になっておくれ。私はお前らを50年前に救い出し、人間の細胞を食って増殖するよう改良したことは誰も知るまい。それもこれも地球を滅ぼしたいがためだ。さあ、たっぷりと人間どもの細胞を餌にするがいい。戻ってくるときは2倍も3倍も増えるんだ。案件を噛み殺すのじゃ。ジュアル星人、どこからでもかかってこい。チャージマン剣、覚えておけ。この仕返しは必ずする。いつでも来い。お前たちには負けないぞ。
調査